こんにちは、くまみきです。これから毎週土曜日エボリューションオブザ原宿ファッションをお届けするんですけど、この番組では今まで原宿で流行したファッションとかメイク、そして原宿の歴史と日本や世界で流行したものとかも、私の好きなものをね、ギュッと詰め込んで皆さんに紹介したいと思います。私もともと原宿カルチャーとか可愛いカルチャーとかも、とにかく髪も YouTube 始めた2年前はレインボーで、服もコテコテに派手なものを着てたんですけど、世界にはそういうファッションとか可愛いものが大好きな人がたくさんいて、そういう人たちと動画を通じてそういう可愛いを共有できたらいいなと思って始めました。私は普段家で動画を撮ってるんですけど、今回のウーマンクリエイタープログラムで私のオリジナルのセットを YouTube スペース東京に作っていただきました。原宿にはいろんなジャンルのファッションがあって、もう原宿の外でもいろんな地域でいろんなファッションやメイクとか、もうとにかくそういったことが好きな女の子ってすっごいたくさんいるんですけど、でも自分で自らどんどん発信していこうっていう子が意外と少ないんですね。そうすると文化がどん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 なくなっちゃって寂しくなっちゃうんじゃないかなっていうのを感じてて、それで自らどんどん発信しようって思いました。